はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、動画は見るけれども問題をあまり解かない人、こういった勉強をしている人、ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思います。結論から言うと、こういった勉強をしていると今年の試験に間に合わない可能性が出てくるんですね。問題量が少ないっていうのは、具体的には1日あたり20選択肢以下、まあ、20選択肢ということは、1問4選択肢あるわけなんで、まあ、大問で言えば5問以下ですね。これぐらいしか問題量を解いていないという方は、ぜひ注意していただければと思います。まあ、動画で講義を見る方、非常に多いと思うんですね。で、動画講義っていうのは、それを見ただけでは正直実力はあまりつきません。動画の講義っていうのはもちろんすごくわかりやすいし、分かった気持ちになります。でも実際それを見た後に問題を解こうと思っても、おおよそ問題解けない場合が多いんですね。で、また本試験っていうのは初めて見る問題です。初めて見る問題で、そもそも問題文が何を言ってるのかわからない、そういったことにもなりかねないんですね。これは動画講義では読解力をつけることができないからなんですね。読解力っていうのは問題文を読み解く力です。問題文がどういった状況なのか、また何を質問されているのか、これを自分自身でわかるようにしておかないと、本試験何を問われているのかがわからない。結果として法律、ルールというものが頭に入っていたとしても、それを使えることができないということになっちゃうんですね。なので講義を動画で見るというのは、できるだけ控えていただいた方がいいと思います。もちろん問題量をしっかりこなした上で動画の講義を聞くというのであればいいんですけども、時間がない方っていうのはそれなかなかできないんですよね。そういった方は動画で講義を聞くのではなくて、もうテキストの内容を自分自身で読んでいった方が早いです。もちろん動画を見るよりもめんどくさいなって思うかもしれないんですけども、結果的にそこを我慢すれば勉強の効率も測れますし、また文章を読むので読解力もつきます。結果的には効率的かつ効果的な勉強ができるんですね。なのでそのようにしておきましょう。で、今現状問題量どれくらい解いているのか、ちょっと計算してみてください。もしかすると問題量が足らない可能性があります。ちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、1日あたり大問5問、つまり20選択肢解いている方、この方っていうのは、じゃあ3ヶ月後どれくらい勉強量をこなせるのか、これをちょっと計算してみたいと思います。1日5問ですよね。ということは10日間で50問、つまり1年分、過去問1年分を10日間で行うことができます。ということは1ヶ月、まあ、30日で考えると3年分ですよね。1ヶ月で3年分行うことができます。そうすると3ヶ月間で9年分行うことができます。ここで注意してください。これは1回しか勉強してないんですよ。1週目ですよね。9年分を1週するだけで3ヶ月かかるんです。1回、1週しただけで頭に入る方、ほとんどいません。2週で頭に入る方もあまりいないんですよ。そう考えると、2週でも半年かかるって話なんです。まあ、もちろん2週目の方が1週目よりも早くこなすことができるので、もちろん半年丸々かかるってことはないでしょう。それでも5ヶ月とかはやっぱかかっちゃう。で、実際のところ8月以降っていうのは模試を行ってきますよね。8月、9月、10月っていうのはもう模試を行っていく時期なんですよ。ということは7月いっぱいまでに、まあおおよそ過去問10年分は8割方解けるようにしておきたいんです。言い換えると7月の末までに過去問は2週だけじゃなくて3週、多い方だったら4週とかやっぱやってほしいんですね。そう考えたら1日20選択肢、つまり大問5問でも少ないぐらいなんです。まあ何週したら頭に入るかっていうのは人によって異なるので、それはあなた自身で考えてみてください。弊社の個別指導の受講さんでいうと、少なくとも2回はやっていただいて、中には3回4回、まあ3週4週していただく方もいらっしゃいます。人によって異なりますんで、まあ、その点は自分自身で確認をしていただければと思います。まあ、今現状が、まあ、1月の終わり頃なんですよね。もうすぐ2月に入ります。ということは、2月、3月、4月、5、6、7月いっぱいってことは、半年あるわけですね。模試を始めるまでに半年間あります。この半年間で1日何問ぐらいやんなきゃいけないのか、自分自身で考えていただければと思います。もし3週ぐらいやりたいなというのであれば、
まあ30問ぐらいですかね。大問で言ったら7問から8問ぐらいは毎日コンスタントにやっていただくのがいいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。